堀水孝次郎は、日本の男子射撃選手。香川県出身。全通寺市立東中学校。香川県立田土津工業高等学校卒業。香川県警察所属。2002年、香川県警拳銃特別訓練生になったことを、きっかけに、本格的に射撃競技に取り組む。2004年、全国警察拳銃射撃大会で、 香川県警チームの一員として団体戦初優勝。2010年、甲州市で開催されたアジア大会に出場し、50メートルピストルで6位、50メートルピストルとエアピストルの2種目の団体戦で銅メダルを獲得した。2011年、第66回国民体育大会で優勝。その後は2012年のロンドン五輪、2016年の リオデジャネイロ五輪、2020年の東京五輪の、いずれも、国内の選考会で敗れたため、指導者になることを決意し、日本スポーツ協会の購入指導員資格を取得するため受講を始めた。しかし、2020年の東京オリンピックが1年延期となり、2021年3月の最終選考会で2位になったものの優勝選手が、 五輪出場基準を満たせなかったため繰り上げで五輪出場が決定した。五輪初出場となった東京オリンピック男子10メートルウェアピストル個人では36人中16位だった。また山田里子と出場した混合ウェアピストルでは一時予選20位で二次予選には進めなかった。2010年杭州アジア大会射撃競技代表、香川県関係は メダル10個獲得。甲州アジア大会 JOC 第16回。アジア競技大会日本代表選手団結果。記録ライフル射撃 ABCD。東京2020自慢のお父さんお疲れ様。読売新聞。https.www. 読売 COJP。ローカル。香川。ニュース。2021万724を1トント5088。 2021年7月25日閲覧日本の2組は一時予選敗退射撃五輪射撃 jiji.com https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル k イコール2兆210億72710万1053 G イコールスポアンドレフイコール東京2020-2021年7月27日閲覧ありがとうございます